こんにちは、障害年金コンサルタントの宮里です。初めて2級の障害年金とは、すでに障害のある人がさらに障害を負ったことによって、それらの障害を併合して初めて2級に該当する場合に請求できる手続きを言います。要は、障害があったものの障害等級1級または2級に該当していなかった人が、新たに別の障害を負った時に、2つの障害を合わせてみた時に、初めて障害等級1級または2級に該当したらもらえるという障害年金です。初めて2級による障害年金は、本人の請求に基づき、その請求月の翌月から支給されることになります。そのため、初めて2級による障害年金は、認定日請求による障害年金と違って、遡っての請求はできませんので、ご注意ください。